10月といえばな、もう秋も半ばという。びっくりした。気づいたら寒くなるような聞こえたのかな。あ、ありがとうございました。散歩でございます。ところに来ちゃった。あ、ご用でございましょうか。ところに来ちゃった。何を。さあどうする。どういった話。お腹が。あ、夕げは。ああ、夕げでございます。まだ寿司を頼んでおります。ご主人様はやはりこたびは暑ございましたので。続きやはりちょっと汗を流す。覚えてるのか。そして今から風呂を入れてまいりますので、あの体重の私にはよろしくお願いいたします。いや、すいません。はい、先延ばしにしおった件じゃ。そんな話ございましたか。一体それはどういった経緯でそういった話を。いや、もう一人じゃろ。あ、これか。半数的にやはりこの民衆の意というのがございまして、あの今半分を満たない満たちませんでしたので、この話はなしです。満たちません。今の日の元では民主主義というのが流行っているそうです。流行ってるの。うちらのこの専制主義じゃない。はい。いや、あのやはり今の習わしには従わねばならぬと。仕方ありませんです、ご主人様。その気持ちはお察ししますが。じゃあこたびは皆に救われたという形で。そういうやつらが。あ、覚えたぞ。今そのようなな、現世ではそんな人情じゃ、人情沙汰というのはな。はい。のよりも、明日はちょっと我ら名古屋おもてなし武将隊、普段は11時に行っている演舞がなんと。ああ、おじゃ。10時30分になる。いつもより早いでな。はい。もし明日も城へ登場するという者たちは、いつものように11時からの演舞じゃからという点が、ギリギリに来てしまうと、もう演舞が終わっておる。そのことになりかねんで、あのしかと確認してな。わしらの公式の、電子掲示板にて、あのしかと情報を戻っておる。明日は講談もございますな。おうじゃな。午後から講談が。その後には本丸御殿方にも、寄ってまいるぞ。な、明日はいろいろなバタバタとさまざまな催しがあると。まあ普段見れぬわしらの姿であったり、話がようけ聞けるような日になるで。な、こたび初めて名古屋城に来たというものも、もし明日時があるようであれば、もう一度な、名古屋城に参り、明日のそういった催しにな、ぜひ参加してもらいたいものじゃけど、明日のその催しというのは、明日は名古屋城の本丸御殿の内苑と呼ばれるこの砂利の場所じゃない、内苑の場所を使って夏が講談をいたす。そしてほいで、その後に、まあ、わしが軸となって本丸御殿の語りをいたすということで、普段はまあ演舞をいたしてからおもてなしの僕がござるけれども、一つ催しを、まあやはり本丸御殿も完成いたしたし、これを機に名古屋市ももっともっと本丸御殿の魅力を発信してまいりたいということで、昨日2時間語ったけど、また語るということで。まあ、語るといえば、先ほど刑事殿が申した通り、夏うちの陣笠隊が、あちらにおるトーマと、八太郎、タスケと、おのこ3名と、おなごの夏というので、計4名おるんじゃけども、その夏というのが、語る。講談じゃな。語る。朝まで語り尽くす夏。それぐらいの意気込みで。その後に刑事がやるという申し方で、お主ら、一晩っす。わしの出番。あ、本丸御殿に宿泊しようと。あー、ほら。これを機に頑張りて。しかしあれじゃろ、あそこはあのな、高貴なものしか立ち入ることができんで、
あの内縁の外で。そうですか。内縁を過ごす。いや、内縁の外で。内縁の外で。まあ、それは致し方ありません。だとすれば汗臭いですよ、みんなこれも。野宿決定。あのまあ、本丸御殿も今は時折はそういったこの貸し出しが可能なままございますが、まあそこはまあ民には、まあそこは宿泊するわけにもいかんと。さすがに、まあ、あの見たいものはみんな野宿と。野宿。あのちなみに夕方にはあの名古屋城門閉まるでな。夜あの外に出ることできんでな。飯も食えず。いや、きしめん亭の中に忍び込めば。それはもう立派なあれじゃな。現世ではそれは犯罪というらしい。ぬすっとじゃどうぞ。あのネズミとやっとることたまらん。ネズミ。ネズミとどうぞ。その例えちょっとあれですか。さすがは年齢様。ネズミもしかネズミ以下ということですね。そう、そう外で寝て、あのきしめん亭に忍び込んで、きしめんを夜な夜な。夜な夜なきしめん亭で湯がいて生麺食うって。いやあ。だからカレーもございますからな。冷えたカレーか。カレーうどんも作って一人で夜な夜な。でその間ずっと夏は語り続ける。夏の方が辛いですか。夏は何やら明日あの延々と一晩語り続けることが今清正の言によって確定した。ひ一晩でございます。うん、あの一日中ではなく晩の方でございます。一晩。は大丈夫じゃん、あの名刀あらば。よう若そう。あのその後刑事の出番があるで、あの刑事は共にあの一晩。え、わしらあのわしらはちょっとあの別の用事がござるので、それで退陣をいたして。逃げる。待て待て、わしも落語の準備いたしたいと帰らせるそこは。ここで一晩語らすの前に。まあまあそんなな、冗談はともかく。まあ明日はその夏の講談と、あと刑事の本丸御殿の見どころ紹介といったところでございます。あとはもうおじきの特別演舞。特別演舞予定にないことがある。おじきの特別演舞。まあわしの演舞なんぞいつも特別じゃでんな。おお。いつでも特別。その通りにございます。毎日が。毎日毎日をやっておらん。毎日やるそうな。人目がつかぬ場所でも特別な。え、孤独なのにたった一人で。それがかっこよろしいございます。家に拙者はそこに惚れ申した。幼き頃より。じゃあ主もやれよ。人知れず、常世の中でやります。心の中で常世の中で。常世の中で。そんな夢の中でやられてる。面白い。人前でやっていこうよ。まあいいわ。ということで、ね、明日はちょっと時間がいつもと不規則じゃ、まあみんな間違えんようにな、城に登場してほしい次第じゃ。ではわしらはこれにてお旅記事に出すでない。とはいえこの後も名古屋城、そして名古屋の地を存分に楽しんでまいれ。それでは宮野殿、また会おう。さらばじゃ。ありがとうございました。ごめんなさい。すごあ、本当？あ、いいの？ちゃんと
やばいと思っちゃった。おいおめえ、黙れよ、黙れよ、会社に引かれてまえよ。名古屋城へお越しいただき誠にありがとうございます。皆様にお知らせします。金シャチ横丁の開業に伴い名古屋城は再入場ができるようになりました。正門東門に設置してある再入場スタンプをご利用ください。なお名古屋城への最終再入場は4時半です。